先日も来ましたここのカフェモーツァルト。この隣にはあの有名なんですね、ザッハトルテ、サッハトルテとも言いますけども、この、まあ、発祥の地ですね、カフェサッハに行ってみたいと思います。それからこの赤いところがそうですね、こちらですね、ちょっと中に入ってその有名なサッハトルテを食べてみたいと思います。やっぱりあの気品のある部屋ですね。なんか雰囲気が他のカフェとは違うようなそんな感じがします。なんかちょっとこう小粋なメニューですよね。こうなんかハンドルがついてラビオリです。美味しそう。食べてみようかな。いただきます。やっぱりラビオリはイタリアで食べた方が美味しいのかな。うん、でちょっとなんかラビオリそのものも生っぽくて、テキスチャーがちょっと僕は好きじゃないかもしれない。これがですねオリジナルのザハトルテです。はい、ではこちらのですね、コーヒーとザハトルテをいただきたいと思います。ちょっと楽しみですね。今食べてましたけどね、こちらはねチョコレートのクオリティとスポンジのクオリティがほとんどで、麺だけで麺と同じ。ただジャムが入ってる。このジャムがねちょっと僕は甘さの上に甘さをなんか増幅させちゃって、ちょっと僕は好きじゃないです。ということでデメルの勝ち。これ面白いですね。お店のレーティングを、まあ、自分で、まあ、決められるっていうシステムですね。行きましょう。カフェサッハ、行ってきました。ちょっとね店員さんがまだニューだったということで、ちょっとですねあのサービスの方はあの満足のいくようなものではなかったですけども、まあ いいんじゃないですかね、それなりに。はい、良かったと思います。では、次の場所へ移動したいなと思います。このお店美味しそうなチョコレートいっぱい来ますね。ここはとってもなんか美味しそうなパン屋さんですね。これちょっとアップにしちゃおうかな。じゃあ美味しそうなパン、この2番の電車乗ります。トラムかな。さあ行きましょう。この2番に乗って行きましょう。たくさんの人降りるね。ここはやっぱり観光地だからたくさんの人降りるんでしょうね。さあ行きましょう。スコー。はい、じゃあこちらで降りまーす。これからですね、この川沿いをちょっとね歩いて、そしてあのなんだろう、アイスクリームでも食べようかなと思ってやってきてます。ジェラードですね。ここに流れるのが多分川でしょう。今ちょっとですね橋を渡ってますけども、何でしょうかね、ものすごい色してますねこれ。僕のサングラスのせいかな。やっぱりそうだ、変だよ。ないな、あんまり綺麗じゃないですね。これはでも川というよりも何でしょう、運河かな。ここは多分町のために作ったのかな。いや、ここのサンドイッチ屋さんも美味しそうですね。結構魅力的なサンドイッチいっぱい売ってます。お店の名前はダーマンっていうのかな。これからアイスクリームを食べに行こうとしてるんですけども、先ほどの川っていうか運河ですね、あれを背にしてどん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 と、南の方に歩いてます。こちらですね、なぜここを選んだのかは分かりませんけども、多分美味しいんでしょうね僕が選んだわけじゃないんだけども。何が売ってんだろう。バニラ、
バニラでしょ、じゃあ私はですねバニラと、マンゴーのジェラード、これはストロベリーですね。でマンゴーじゃなくてこれがねアプリコットと、バニラですね。はい、やっぱり暑い日はこれでしょう。いただきます。はい、このベートーベンフライズっていう絵を見に来たんですね。ところが今日はマンデーでした。ということで、月曜日は閉館ということでこのまま帰ります。残念ですね。一気に疲れがどっと出たようなそんな感じがします。それでは、ビエナのスターバックスありました。ちょっとここでね僕のコレクション見ていきたいと思います。あれかな、これありましたビエナとオーストリア、都市の方を集めてるんでこれ1個買っていきます。ですね、今日最後の見どころの一つとしてこちらですね、ベルベデア宮殿というところにパレスかな来てます。綺麗ですね、正面から見るとこんな感じです。中に入るかどうかまだ決めてないんですけども、とりあえずここで、ちょっと散策したいなと思います。間近で見るとやっぱり迫力ありますね。ただまあどれを見ても同じように見えてしまうっていうのは、僕だけなんでしょうかね。じゃあちょっと、中庭の方へ入ってみましょう。はい、じゃあこの中庭の方に入ってきましたけども、まあでもこちらもねこう下の方を見てもなかなか綺麗ですよね。はい、はい、今一番のこのロワーの建物までやってきました。ぐらぐらとね降りてくるだけなので結構楽でいいですね。あとはまあ中には別に入らずにこれで帰ろうかなと思います。ビエナ最後の夜になってしまいました。こちらミュラービーソン、こちらに行こうかと思います。お料理が来ました。これはねチキンブレストでしょ、これはフレンチオニオンスープ、そしてリサがこれ別のもの頼んだの何やの。Basically macaroni. Macaroni. Dumpling with roast potato. It looks so beautiful. I love that. Okay, let's enjoy it. これ僕はオーダーしたんですけどね、まあ、チキンのブレストの中にスピナッチが入っていて、ライスとちょっとしたこのベジですね。すごくね味が優しいんですよ。すごく。アットホームの味って感じするな。リサのオーダーしたこれすごく美味しい。そうだよね、このマッカンチーズみたいなんだけどね、すごく味がナチュラルなんですわ。美味しい。このフレンチ、このフレンチオニオンねスープもねアメリカンじゃない、アメリカンじゃないんだな、ここアメリカじゃないからな。最後はやっぱりこのですねウーストローダルってやつ、今は締めくくってます。甘さが非常に控えめで、このアップルの自然な甘さが程よく口の中で広がりますね。いいと思います。はい、今食べてきました。ごちそうさまでした。とてもですねホームメイドな雰囲気の味を最初から最後まで提供してくれましたので、とてもいい感じで今日はディナーを終えたような感じがします。おすすめですね。はい、とても本当にナチュラルな味でした。では最後のビエナの夏の夜、明日からは、ワーサーですね、ワーサーインポーランド